日本語の種こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。人魚姫のお話の続きです。人魚姫のお姉様方がナイフを彼女に渡しました。別の女性と結婚してしまった王子様が 寝寝ている寝室へこのナイフを持っていくんですねでこれでこの王子様を殺せば、まあ、胸を刺せば自分は人魚に戻れるさあどうしましょうというところで前回終わったんですがまずこの寝室に行った人魚姫ですね王子様の顔を見てやっぱり殺せない私は海の泡になって消えましょうということでナイフを海に捨ててしまうんです。 で、夜明けとともに海の泡になってしまうという、なんとも悲しい悲惨なお話なんです。私が子供の頃読んだのはここまでだったんですね。で、原作を今一度読み返してみると、もうちょっとだけ続きがありました。人魚は人間と違って魂がなくて、300年生きる生き物だというふうに原作には書いてあるんです。でもこの人魚姫は、 えー、海の泡となってしまったんですけれども魂が与えられて目には見えないけど何か生きている存在になるんですね。風のせいみたなな感じになるんですよで300年いい行いを続けると永遠に生きる魂を神様からいただくことができると他の風のせいみたいな人から教えてもらうんですがでそこで初めて人魚姫は目から 涙がが流れるるとといいうことが書いてあるんですね。人魚は泣かない生物だったのに泣いたそして300年、えー、いい行いを続ければ天国へ行けるとそういうふうにつぶやくとですね他の風のせいみたいな人たちが教えてくれるんですが親を喜ばせる良い子を見つければその300年から1年減りますよ で教えてもらうんですねいい子を見つければ逆に悪い子を見つけて涙を流してしまうと1日減るって言うんですなんていうかちょっと罰ゲームみたいな感じなんですけれどもまあ、人魚姫の最後の方を読むとですねもし私がその時子供だったらあ、いい子になっていればもしかしたら風のせいになった人魚姫がやってきて私がいいことをして 彼女が300年年かかから1れれて天国へ行けるるようにななもしれない。まあちょっとこういい子になりましょうねっていうお説教っぽいお話ではありました最後の方ねでもまあ原作の方がディズニーの映画よりはあ一層文学的で素晴らしいなとは思いましたねディズニーの映画も楽しいですよハッピーエンドですから あの何の気兼ねなく子供に見せることができますけれども、まあ、もし子供さんがもうちょっと大きくなったりもちろん大人になった後でもいいんですけれども原作の人魚姫を読んででみたらいかかがでしょうかこのポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は「まことプラス」メンバーになってください。Com を見てください。 それではまた日本語の種でした。